どうも千葉です。冬ですね。冬といえば何ですか？カニですよ、カニ。ということで今日はね、カニをね、死ぬほど食べたくなったんで、こちら、カニ食べ放題、カニ奉行さんにやってきたよっていうことで、チョキチョキっていうぐらいね、もうね、僕はカニになるぐらいカニを食べたいと思いますっていうことで、行ってみよう。はい、ということでとりあえずビール飲みたいと思います。そこから考えよう。あー、美味しい。はい、これカニ刺し、これもね食べ放題やね。早速いただいていきます。ここをこうやって、ここをこうやって、甘がわがないから、これ多分いけるはず。身が切れちゃう。あ、いけたいけたいけた、見て見て、あ、いけたいけたいけた、いけました。これいただきます。いただきます。うん、まっ、うん、まっ。次ボイルガニいただきます。これはね、僕手食ってるからね。クラッシュ、いくよ。ちょうだい。何言ってんの、自分で剥きなさい。自分で剥きてるんやから、ちょうだい。なんというこんなこともあろうかと、もう一個用意してました。うん、うまい。っていうか大事なこと忘れてる。酒飲む忘れてる。カニがつきすぎて危ないですよ。全然飲んでないよ。そうよ、忘れてる。うん、うまい、うまいっす。こっちもね、ちっちゃいとこもこうやってスポン。うん、向いてうまいんやから。カニの筋肉のつき方とか理解してる。そうや、そう言ったね。そのびっくり、カニの解剖学です。ビールか。幸せや、犬からこんなことして。カニ鍋っすからね。この作業がしんどいよ。カニ工場と呼ばれた僕ですからね。こんなんとかいいね。よいしょよいしょよいしょ。カニさん、カニさん、いただきます。激うま。あ、ちょっと待った。今ね、タラバあったんですけどね、これ明らかにでっかい方持っていったな。明らかにでっかい方持っていかれた。僕の楽しみのタラバ、行くぞ。どうだ、ちょっと待て待てよ。マジか。おいおいおい、うわ、やられた。そっちが当たりや、そっちが当たりや。うんうん、うまい。カニはね、甲羅が柔らかかったらダメなんですよ。これ脱皮したてなんですよ。カニが、カニが脱皮したては柔らかいから。美味しいカニを選ぼうと思ったら、見た目汚いカニがいいだし。まだまだカニ追加でーす。カニ地獄鍋。はあ、まだかな、鍋が。ああ、そうやね、ここね、寿司も食べれるし、天ぷらもいけんね。ちょっと天ぷら食べたいな。カニとちくわ行こう。カニとちくわと行きましょう。はい、下級戦士あるある。このね、グーというんですか、この付け根の部分、一番食べにくい部分、鍋をしたらね、下級戦士に全部回ってくる、あるあるです。あー、酒が進みますわ。お、取ってあげようか。何、何すか。うわ、グーや、グーばっかり食べとったら美味しいとこ食べれなくなっちゃうよ。お、お、大きいの出てきた。何、グーやんけそれ。やりすぎ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 。見てくださいこれ、グーグーだらけ。どういうことですかこれは。今日ね、美味しいわやっぱり。そこが一番美味しいやろ。そんなことない。おい、ちょっと待て。あ、そうそう、ここやがいい。おい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 、ちょっと待て、これはダメでしょ。ダメでしょ、皆さんどう思います。僕はこうやってグーばっかりなんですよ。グーばっかり。やったー、ホタテができてきたよ。ここにね、ちょっとだけポン酢かけようか。よっちょ、ポン酢バージョンとやっぱり鉄板のお醤油バージョン。ではでは、ホタテいただきましょう。じゃあ、ホタテいただきます。熱いんやろな。うん、うまい。やっぱり僕はね、カニを食う。はい、天ぷら来たよ。まず、カニ、カニの天ぷらでしょ、これ。カニの天ぷらに、これがちくわ。これちくわ激うまですよ。ほんで、かぼちゃ、かぼちゃめっちゃうまいからね、絶対。やっぱりカニから。うん、
天ぷら、ちゃちゃ、かぼちゃ。むっちゃうまい。かぼちゃ超美味しい。甘い。めっちゃ美味しい。かぼちゃ美味しい。最高。あ、うまっ。かぼちゃ激うまっす。うん、うまっ。最高ね、ちくわ。うん、うん。やっぱりね、天ぷらナンバーワン選手権はかぼちゃです。うん、おいしい。さてさて、焼きガニができちゃった予感だよ。さあ、焼きガニいただきます。香ばしい。いい香りしてる。うまいやろな。じゃあ焼きガニいただきます。いただきます。うまっ。香ばしさが出た。めっちゃうまいわ。甘さ増すしね、焼いたら。うまい。めっちゃ美味しい。じゃーん、また注文して出ました。どうか。おお、リッチー。はい、次ね、大人の事情があるホワイトチューハイ。なぜカルピスチューハイじゃないのかは、大人の事情があるんやと思います。うん、味は一緒。うまい。いやいや、グーはいらないですよ。グーばっかり。これ、ね、皆さん、グーがこれだけあるっていうことは、グーの数だけあのカニを食べてるってことなんですよ。で、僕にグーがこんだけ回ってきてるっていうことは、どういうことか察してください。やったー、身が来たー。今日グー1個も食べてないやろ。1個でも食うた。ちょっと酔っ払ってて分かれへんわ。下級戦士、グーばっか食べる。またまたカニ刺し。あー、食べた食べた。さてさて、雑炊の準備をしましょう。とりあえずね、グーを剥いていきましょう。剥いて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 。忙しい。これだよ。ちょっと待ってもらっていいですかね。これ手やけどしますわ。ゴッドハンドやろ。もうすでにやけどしてるし。やってみろ。女の子にそんなんさせる。させる。やってみろ。アンチ枠からやめときって。もう暑いんですけど。ほら、頑張れ頑張れ。無理。うん。美味しい。これオレンジ最高っす。ちょっと待ってよ。全部ちょっと、もうないかもしれない。うん、あ、うまっ。それ最高の1個。うん、美味しかった。スイーツ食べてる場合ちゃうで。スイーツ男子なもんで申し訳ないです。皆さん、その顔で、その体型で。あのな、カステラ見てみろや。カステラの間気泡あるやろ。顔と一緒や。何笑っとんねん、ほんま。ボイルガニの具入れたやつ誰や。熱いよ、もう超熱い。いった、刺さったし。うわ、ロック、ロックしみる。ね、麦ロック。僕さっき刺さった手がこの塩でしみる。しみる、この塩分でしみる。おい、むくまず食べてもうてた。おい、今何持ってきた。オレンジ。今さっきご飯取ってくるって言ってたやん。忘れた。何してんの、大バカ者め。絶対バレへん。意外に見てるより見てないからね。僕は長年の金わかるから。どうする。どうするしますか。カニもちゃんと剥いた。え、ほぼ食べたんじゃん。いやいや、食べてませんよ、そんなん。やばい、むくまずに食べてもうてた。卵が1人、卵が2人、卵が3人。おっと、どっこいしょ。ご飯を忘れてたよ。やばい、火消さない。ではでは、いただきます。めっちゃうまい。うん、忘れてた、カニ。うまっ、うまっ。かあ、怖い。
ちそうさまでした。ごちそうさまでした。食べ過ぎだよ。やっぱり食べ放題行ったらほんまに食べ過ぎちゃう、デブになっちゃうよ。本当に食べ放題行ったら世の中の食べ放題デブを増産してる。ごちそうさまでした。